願いします。何か事件に巻き込まれていたら私。わかりました、旦那さんを探しましょう。捜索隊にもすぐに連絡をしますから。というわけで我々は町を引き続き探すので森をお願いします。わかりました。俺は正午、捜索隊として働いている30代だ。行方不明者の捜索活動の仕事がメインだから、こうして夜に突然借り出されることもある。でも俺はこの仕事に誇りを持っている。行方不明者を見つけることができた時の達成感はきっと他の仕事では得られないだろう。心配する家族を救う、それが俺のやりがいだ。この仕事を始めてもう6年になる。今までいろんな行方不明者を見てきた俺だが、今日俺は今までにない体験をすることになるんだ。ヒロヒロ探偵団。よし、こっちは準備完了。おい、まだ着替え終わってないのか？しっかりしろよ。すいません、まだ不慣れなもので。ファスナーも見つけられないやつが行方不明者を見つけられるかよ。すいません。こいつは新人の竹本、俺の部下だ。しっかりしているはずなんだが、抜けていることが多々ある。俺は今日もこいつを連れて行方不明者の捜索に行かなければならないわけだ。行方不明者の情報は？広田博さん、30代男性。服装はジーパンに白シャツ。飲みに出たきり帰ってこず、バーの近くを奥さんが数時間探したものの発見できずだそうです。酔っ払いか。この地域だと多分俺たちは森が担当になるだろう。気を引き締めろよ。はい。お前たち準備できたか？行くぞ。ボランティアが到着し始めているらしいから早くしろ。マジか、急ぐぞ。俺たち捜索隊は急いで警察の指定してきた場所へと急ぐ。というわけで我々は町を引き続き探すので森をお願いします。わかりました。やっぱり担当は森か。予想通り森での捜索に当たることになった俺たち、いつものように懐中電灯などで照らしながら名前を呼んで行方不明者を捜索する。ひろしさん、いたら返事してください。返事ができない状況なら音を出したり携帯のライトで合図してください。行方不明になっている人は時に山や森などで動けない状況に陥っていることがある。怪我をしていて返事ができないということもあるから、少しの変化でも見逃せない。捜索を開始して20分が経過した頃だろうか、遠くから一人の男性が近寄ってくるのが見えた。行方不明者か？しかしその人は行方不明という感じではなく、この森の特性にとても詳しそうな足つきで歩いてきた。そして俺たちに声をかけてきたんだ。どうしたんですか、こんな時間に。何か事件でも？ねえ、実はこの地域で行方不明になった人がいまして、もしかしたら森にいるかもしれないので探しているんです。なるほど、それは大変だ。俺酔っ払いですけど、この森にはそこそこ詳しいんで一緒に探しますよ。それはありがたい。人は一人でも多い方がいいですから。その人は事情を聞くなり一緒に探すと言ってくれた。この森に詳しいというのはやはり当たっていたようだ。彼はきっとこの付近の住民、もしくは土地を持っている人なのだろう。俺は申し出をありがたく受け取り、一緒に捜索することにした。ひろしさん、いたら返事をしてください。捜索を再開する。人手が増えたのだ。この調子で見つかってくれればそう願っていた。ひろしさん、ひろしさん、広田博さん。俺が名字を叫ぶと、さっき声をかけてくれた男性がピタッと足を止めた。そして彼の方を見てみると、なんだか顔が青ざめているように見えた。トイレにでも行きたいのか？その辺にしろとは言えないしな。俺はその男性がトイレに行きたがっているように見えた。だが違った。次に彼から発せられる言葉は俺の予想のはるか斜めを言っていたのだ。誰を探してるんですか？俺ならここにいるけど。時間が止まった。というか俺の脳みその機能が全停止した。頭の上にハテナが浮かぶというのはきっとこういうことを言うのだろう。しかし俺の脳みそを再び動かしたのはボランティアとして来ていた男性の一声だった。あ、この人ジーパンにシャツ着てるじゃん。本当だ、本当だ、本当だ。おい、自分で気づいてなかったのかよ。俺も大概だけどよ。彼は戸惑っているのか、そのまま固まってしまっている。すると突然ボランティアのうちの一人が笑い出した。え？
みんな、なんで気づかなかったんだと言わんばかりの顔で笑っている。俺もそれを見ていると、まるでコントのようなオチに見えて笑いがこみ上げてくる。行方不明者が捜索隊ってこんなことあるかよ。そもそもどうして俺たち誰も気づかなかったんだよ。今までこの仕事をしてきてこんなことは初めてだった。捜索隊としてはプライドが傷つく事案ではあるが、でもまあ無事に行方不明者が見つかったからよしとしようか。いやー、こんなことあるんですね。どうしてみんな気づかなかったんですかね。行方不明者はこうだっていう固定概念に縛られていたのかもしれないな。ああ、それはあるかも。そういうこともあるっていうのが今回分かってよかったな。ああ、今後に生かせばいいんだよ。この事件は行方不明者が奥さんからめちゃくちゃ怒られた程度で全て丸く収まった。まあ酒が入っている状態で森に入るなんて他人からしたら心配で仕方ないんだよな。みんなも酒が入ったらまっすぐ家に帰ろうな。捜索隊のお兄さんとの約束だぞ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。